はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルチューニーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日ですね、久しぶりにバルキリーコネットバルコネの実況をやっていきたいと思います。はい、今日は何をやっていくかと言いますと、こちらのイースターキャンペーンですね。バルコネにイースターがやってくる、イースターエッグがゲットできる限定コネクトバトルや、やる機会ソーニャちゃんのイースターコスチューム装備が登場ということで、こちらをやっていきたいと思います。こちらのコスチューム装備ガチャですね。私ソーニャちゃん星5まで育ててまして、で結構粒も埋めてまして、この子空中に打てる敵に 50% アップするっていうアクションスキル持ちなんで、結構使いどころがあるんですよ。例えばヨルムンガンドさんとかマジでキラー、ヨルムンガンドキラーっていう感じね。めっちゃソーニャちゃん育ててるね、こちらのイースターコスチュームで。しかもね、10連3回目でこちらのコスチューム確定なんですよ。なんで今日はこちらを30連回していきたいと思います。ちなみにこちらもですね、イースターエッグっていうログインボーナスとか、こちらのヨルムンガンドを倒してもらえるこちらのイースターエッグは装備の強化素材になっておりまして、まあ星2の青い剣、強化素材の剣の2個分ぐらいの経験値がもらえるものとなっております。結構装備ですね、なかなかレベル上げるの大変だと思うんですけれども、まあこれを機会にね、イースターエッグいっぱい集めて、ちょっと私も装備をぐんとぐんとやっていきたいと思います。ではですね、いきますよ。ガチャ、まずは性能を見ていきたいと思います。はい、こちらのソンネちゃんの専用武器が EX ピアですね。パステルエクスプロージョン、最も近い敵1体に威力150の木の物理ダメージ、めっちゃいいですね。で、物理防御ダウン2ターンで空中へのダメージ、え、30% アップ、これめっちゃ強いじゃないですか。なるほどね。攻撃サメント楽しい気持ちになって守りが緩くなるというってことで、で防御が下がっちゃうのか、なんて幸せな装備なんでしょう。ではですね、ちょっとこちらを使っていきたいと思います。10連目ですね。オッケー、ひどーい。マジか、スキップでスキップ。はい。勝負率ね。ソーニャさん出ましたね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと笑っちゃった、本当に。20連目、お願いします。20連目。やばいよ、やばくないこれ。オッケー、来ましたね。あ、2個出ましたね。2番目と9番目かな。10番目か。4番目。おー、この光属性の全体攻撃剣、3人攻撃か、めっちゃ剣強い。 OK、 来い。あ、ロキさんですね。この光の剣はグロストレイユ結構強いです。近い敵3体に威力 150% の、ダメージ、複数にダメージ与えられるのでめっちゃいい剣ですね。はい、じゃあ安心安全の30連目をやっていきたいと思います。しょぼん。はい、まあこれ決定ですね。お、ロキの剣が出ましたね。ダーン、激レアゲット。これかわいい。じゃちょっとせっかくなんで、こちらのスピアを育てて、ソーニャちゃんを連れてヨルムンガードに挑戦していきたいと思います。はい、ではですね、こちらのヨルムンガード星6に、ソーニャちゃんですね、ソーニャちゃんを連れて行ってみたいと思います。パーティーはスクルドで、まあ、ソーニャちゃんはキラー持ちですね。空中 50% アップで、イースターエクスピア、エクスピアを持たせてます。ちょっとね、レベル上げました。進化もさせました。で、光のね、こちらの、なんだ、飛んでるのが出てくるので、ヒルですね。光属性耐性少ないのであれなんですけど、ヒルですね。あとはルフレットと、あとは木属性の攻撃ができる、メレちゃんですね。で、行きたいと思います。誰か入ってくれるでしょう。行けましょう、星六。恐怖せよ。大丈夫だと思うんだよね。多分いける気がする。そこ。はい。なんかスクルドが盾と同時にこの何？回復役も兼ねている。結構スクルドは個人的にはめっちゃ使えると思います。オッケー、攻撃していこう。ヒューネラルブレイズ強い。ちょっと待って、ね、攻撃して回復もして削っていく。
飲み込んでやらないでください。聞け僕の旋律お願いします。お3人来てくれた。闇に飲まれなさい。リミットバストいいですね。 OK リミットバスト OKOK 削って OK でね、攻撃していくよ。メルちゃんお願いします。メルちゃんリバーテッドソングからの、結構ねヘルは貯めとこうかな。ちょっとヘルとルフレットは次のターンのために貯めときます。あとは普通に攻撃する。メルちゃんはあのペンダント持ってるので結構貯まりやすいですね、スキルが。 OK、 じゃあこれを守って攻撃します。フネラズブレイズ強い、いいですね。オッケー頼むよ本当に。オッケー強いですね。この結構リーサ入れてる方も多いですね。ちょっと HP が減ったらスクルド使いたいだと思います。よし行きまーす。攻撃敵全体に闇属性ダメージ OK で、ヒューネラルブレイズ聞け僕の旋律で反射する。ブレイク合成 OK 行きましょう。頑張れ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 。クリスタルを撃破ありがとう。ソネちゃんも攻撃してこう空中の敵にダメージアップ。 OK ちょっとウフレット打っといて OK でメレとエヘルは攻撃ですね。一応隠すか。まだクリスタルが倒れてないのもあるので闇属性で攻撃します。 OKOKOK いきましょう。お倒しましたねクリスタルで、これでもう心置きなくソネちゃんで攻撃です。みんなで総攻撃、お倒せそうですね。オッケー、もっといいんじゃないかな。シェイシェイシェイ、めっちゃ強いですね総攻撃。オッケー行きましたね、できた、ありがとうございます。でこれでインスタエッグが落ちる、落ちなかった。このクエストでそのイースターエッグが落ちるようになってるので、まあ、それを集めてね、装備の強化ができるっていったようなイベントになってます。はい、というわけで今日はですね、イースターのイベントとガチャの紹介をさせていただきました。皆さんはね、ガチャ引きましたでしょうか？イネちゃんね、結構強くていろんなとこに使えるかなと、個人的には思いますし、星2のキャラが星3のね、限定武器を装備してコスチュームチェンジっていうのもなかなか胸熱かと思いますので、ぜひぜひね、こちらのイースターも遊んでみてください。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ラストじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん、最初はにゃん、じゃんけんぽいパーです。なのでチョキの人は明日行くことあるかもよ。そしてチャンネル登録まだという方はこちらのボタンをタップまたはクリックで登録できますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターはアット白黒チャンネルでやってます。絡んでくれると嬉しいです。というわけで本当にありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。